Oh.
川口です。よろしくお願いします。アベンジドと一緒で3曲しかないっていう甘いよって食べてます。まずは幹部の皆さん、無限とかイアンとかすごい連日忙しい中で頑張って企画していただいてありがとうございます。こんな少ない4年生のためにありがとうございます。で、それからサンフェイスの皆さんありがとうございます。前にここでエリマでお借りしてやった時がエリソニ2021年かなのエリソニ編だったと思うんですけど、あの時コロナの関係ですごいいろいろ変更とか出演バンドがすごい少なくなっちゃったりとかして、でご迷惑をおかけしたのが心残りだったので、最後にここでちゃんとライブできて嬉しいです。ありがとうございます。で、まずバンプオブチキンにしようと思ったのが、追い込んで出すのがバンプオブチキンにしようと思った理由がすみません、喋るの下手くそなんでよろしくお願いします。で、ワンプにした理由が、まあ多分知ってる方もいると思うんですけど、まあ、山口が一番好きで、まあ、大ファンだっていうのもあるし、なんか中学生の時にワンプオブチキン出会って、そこからすごいロックを聴くようになって、で高校で楽器をなんかやりたいなと思って軽音部に入るきっかけにもなって、で大学でまたバンドサークルに入ろうってそこで思えたのと、あと新歓の時に初めて年が近い人と、まあ、先輩だったんですけど、初めてバンプオブチキンの話ができて盛り上がったのがすごい嬉しくて、まあ、サークルに入ろうと思った、まあ、理由の一つになったので、いろいろ原点であるのでこのバンドにしようと思いました。で、メンバーこのみんなにお願いした理由が、まずシンジ君はモノノアワレで、エリソニのモノノアワレで初めて一緒にやって、でその時にすごいなんて気持ちいい音を出す人なんだと思ってすごい楽しかったので、で、なんかその、あと個人的にすごい弾き方が好きです、ファンなのでお願いしました。最後に組めて嬉しいです。すいません、なんかちょっとパワハラみたいな曲をごめんね。次の曲ちょっと新宿にパワハラだったんですけど、頑張ってくれていつもありがとうございます。で、りょうせいくんはなんかいつまでたってもこう僕エリマじゃないですみたいな、なんかエリマではちょっと僕部外者なんでみたいな感じの態度してるんで、出て欲しかったっていうわけでもないんですけどまあなんかなんだっけ、そのモノナワレもそうだし、去年のサカナクションとか、あとカシカとか、カシカだっけ、バンドのやつ、あとブルエンも楽しかったバンドにいつもいてくれたり、バンド以外のところでも旅行とかみんなで一緒に行ったりとかして仲良くしてもらってたんで、今回も誘って、ね、いいよってすごい快諾してくれて嬉しかったです。ありがとうございます。で、最後にババちゃんなんですけど、なんかもうババちゃんがね、数えきれないほどバンドを多分組んでてなんかお互いに誘ったやつと別で誘われたらなんかいたやつみたいな、ね、なんか毎回ライブのためにそんなような組み方してて、まあ、なんかいつもこう右側にババちゃんがいるとなんか落ち着くっていうで今回は、ね、なんか無限でもバンプやらせてしまったのに、またちょっと追い込んでお願いするの申し訳なかったんですけど、組んでくれて嬉しかったです。ありがとうございます。で、あ、そう、1曲目にハローワールドっていう曲をやったんですけど、この曲が個人的に高校の時にすごいドラムが上手くて尊敬してる先輩がいたんですけど、その先輩がなんか
バンドでやってて、で俺たちが卒業したらやってねって言われたんですけど、ちょっと難しくてどうしてもできなくて、まあ、それで今回ちょっと最後にけじめをつけようかなと思ってやってみました。はい、そんな感じです。じゃあ一旦次の曲いきたいと思います。一言だけ言うと、次の曲サザンクロスって歌詞がすごいうまいなってちょっと思っていて、来月から私たちはその社会に出るんですけど、グッチはこっちになって京都の方に行っちゃうらしくて、この歌詞の最後に、ね、その離れてもそばにいる気でいるよっていう歌詞で終わるんですけど、グッチが選んだんですけど、すごいエモいなと思って、そういう離れてもこれから離れてしまう人がいても私はそばにいるよという気で歌います。サザンクロスです。Oh,
月から京都行っちゃうんですよ。だから、なんだろう。なんかこの場で言おうと思ったんですけど、研修で6ヶ月は京都確定してて、でそこから配属先が正式に決まって、まあでもなんか大体関西なんじゃないかなみたいな感じで、これでなんかしれっと東京にいたらちょっと閉まらないんですけど、あの学祭とかはちょっと戻ってこようかなと思って、その時にみんな会えたら嬉しいんですけど、あとなんか、あ、もしなんかあの京都の方とか旅行とかで来ることがあったらちょっと声かけてもらえたら、でなんかご飯でも行けたら嬉しいなって思うんで、よろしくお願いします。あと初めて練馬に来たのは多分さっき馬場ちゃんも言ってたけど、単独ライブの時で、あれあの日だっけ馬場ちゃん、みんなあった、あそう、なんか馬場ちゃんとりかこさんとマリンちゃんとなんかね、初めて会った日のストーリーみたいな動画がね、待ってね、わーみたいな、ごめんなさい、なんだろう、え、何を落としたんだっけ、あ、カッペが、あ、そうですね、あと大学4年間をちょっと振り返った時に、まあなんか避けて通れないのがコロナだと思うんですけど、でなんかサークルも多分2年間ぐらいこうなんかぐちゃぐちゃっとした感じでなんかね過ぎてって、でなんか今年やっと、今年っていうか今年度やっとなんか元に戻ってきたな、だいぶっていう風に思って、すごい嬉しくて、というのも、あ、そう、私エリマでこうなんかいいなって思ったところが、1年生の時に入った時になんかすごい変な文化がいっぱいあるサークルだなって思って、なんか夏合宿とかでもあの、ね、寝てもないのに風呂に落とされる人がいっぱいいたりとか、なんか変な出し物させられて、ヒビタンいるかな、なんかヒビタンが僕はとかなんかあったりとか、丸くなったよねなんかそういうのあったりして、まあでもね、私たちと1個目の代が幹部だった時はもうなんかそもそも外圧というかね、なんか学生とかいう敵がいたりとかして、ちょっとあまり身動きが取れないような状態が続いて、もうなんかいろいろ企画しても、せっかく企画しても全部なんか中止になる、もうどうせ中止になるんだろうなみたいな気持ちで企画したりとか、まあ、すごい辛い時期もあったんですけど、まあね、うちらが幹部だった時なんかはもう、ね、人数少ないし何これみたいな、けどそう同期のみんながね一丸となって頑張って、なんとかねサークルを存続させることはしっかりできたと思うんですよ。でもその分なんかやっぱこうガチガチになっちゃったりして、今の2年生とか特にこう1年生の時にこうワクワクして多分サークル入ってくれたと思うんですけど、なんやこのサークルつまんねみたいな思ってきましたと思うんですよ。でもまあこうして今までこう残ってくれて、今も幹部とかやってくれて、ですごい楽しそうにね自分たちでこうできなかった分っていうか、それを全部やってこう楽しんでくれてるのがすごい嬉しいです、ね、慰安の時とかすごいそれを思いました。
なんか良かったな、サンプルちゃんと残って今こうみんなが楽しそうにしてて良かったなって、はい、すごく思いました。で、なんだろう、あと、あ、そうだ、ホストさんと岡部さんとたっちゃんとかもなぜかこう生き残ってなぜか生き残ってくれてるんですけど、まあ、多分その3人がいなかったら、なんだ、うちらその1年生の時の1回しかその変な文化とかちょっとエリマの楽しい部分っていうか、そういうのあんまり経験しなかったんで、今の代にこうつなぐことができなかったと思うんで、あと3人の存在には感謝してます。エリマピアノの時とかすごい盛り上げてくれて、今も多分動画作って編集頑張ってくれてると思うんですけど、本当にありがとうございます。で、そうですね、でまあ、あのこっから先多分コロナはもうだいぶ終わってきて無視できるようになってくると思うんで、まあ、楽しいこといっぱいこれからもみんなでやってって、ね、1年2年3年あると思うんで、まあ、でも、ね、時間があると言っても本当に一瞬で多分終わるんで、こちらもね、なんか気づいたら卒業って感じでね、ちょっと意味わかんないんですけど、本当に瞬きみたいな速さで大学生活終わるんで、まあ一秒一秒大事にしてほしいなと思います。はい、一秒も無駄にしちゃいけないよということで、あの最後の曲でいこうかな。はい、下手くそだな、まあ、とにかくなんだろう、まとまんなくて申し訳ないんですけど、私はエリマにずっと4年間入れてよかったです。これも皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。覚えておいてもらえたら嬉しいです、山口という人間がいたことを京都、はい、にいるんでよろしくお願いします。はい、じゃあ最後の曲、あ、なんか知ってる人いたら歌ってくれたら嬉しいです。はい、以上です、ありがとうございました。
ガラスの目を